はい、どうもアルパパです。今日はですね、ランバージャックをね、強いところをちょっとお見せしたいと思いまして、小屋デッキプラスランバージャック、これはね非常に強力だと思うんですよ。ハマった時ね、どんなデッキよりも強いんじゃないかなと思っておりますということでね、今日はね、あの有名なね YouTuber キヨキヨさんとですね、うわーってなってるキヨキヨさんとね、このね小屋デッキ対 VS キヨキヨでやっていきたいと思います。これ結構ガチ対決なので、ほんとちょっとね、キヨキヨさんぶっ飛ばしちゃうかもしれないです。ちょっとね、やっていこうと思います。じゃあ行きましょう。フレンドバトル、どうしようか。もぐもぐにしよう。もぐもぐ行こう。今あれですね、あのステージも選べるようになりましたね。はい、出ました、うちのリーダーキヨキヨさん。さあどうしようかな。笑ってる、怒っときましょう。笑ってる場合じゃないと、これガチ対決ですからね。よし、行くぜ。ちょ、ミニペッカーとか、ちょっと待ってよ。ミニペッカーか、そうか。まあ、この、うわ、急に来るパターン？ちょっと待って待って、早い。何このさ、スピーディーな。何、ちょっと早期決着。おら、なんだっけこれ。ローリングウッド、えぐい。ちょっと待ってって。泣いてるのは俺。泣くのは俺でしょ、これ。ちょっと待って、ちょっと。落ち着いておいてくださいよ、ちょっと落ち着いてくださいね。はい、ちょっと仲良くしましょう。仲良くね。さあ、ちょっと待てよ、キヨキヨよと。俺がね、そんなね、いや勝ちたい。この辺かな。うん。さあ、キヨキヨさん、あんだけ最初に、ちょっと逆とかやめてくれる？逆とか違くないっすか。ちょっと待って、何の対策もしてない。ちょっと待って、バーバリア行け、バーバリア。ローリングウッドやめて。ローリングウッド反則だろ、これ。ちょっと待って。いや、ここはね、やっぱね、貫くってのがやっぱ重要ですからね。よし。結構決まってきたぞ。よし。行け、ランバージャック。これで、どうか。どうなんだ、ランバージャック。死んだレイジかかった。よし、突っ込め。よし、みんな行け。みんなガチンコで行け。もうガチンコで。強い。ちょっと待って、エクサーポンプ立てたいな。よし。ローリング江口じゃん、これ。ちょっと待ってよ。よし。ちょ、なんで逆から来んの、なんか。ねえ。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと。マジで待って。これ。やばい。落とされるぞ、これ。なんか俺の方なんかわちゃわちゃしてるけど、なんか強いのか弱いのかよくわかんない。落とされたよ。泣くな、俺が泣きたいんだよ。ちょっと待ってくださいね。いや、これは、なんでこれ、もう、いかついよ、ちょっと。ちょっと、ランバージャックどこ行った？あ、もう死んだのか。お、いける。ランバージャックいけるぞ、これ。諦めるな。試合でそこで終了だ。よし、いけ。よし、行くぞ。ランバージャック出てこい。ランバージャックを待ちましょう。ちょっと待って、19とかいってるよ、もう。ちょっと待って。このデッキの強さを。このデッキの。もうちょっとね、このデッキ練習していきたいと思います。はい、というわけで、今回はランバージャックと小屋デッキの小屋ジャックお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。